マイナビオールスターゲーム2024全波611前世第1戦23日エスコンフィールド全波のオリックス紅林光太郎内野手22が日本ハム水谷の打球の飛距離に目を丸くした試合前の打撃練習で時間が重なり左翼ポール最上段にある新庄さんのあのマークくらいまで飛ばしていた 見たことない、オリックスでもあんな打者はいないので、すごいなと思って見ていました、と驚いた。前半戦ラスト2試合を体調不良で欠場したが、この日は3回から途中出場。2打数無安打だった。